2006年、エドワード・ジョージサイデンステッカーは、日本文学作品の翻訳を通して、日本の文化を広く紹介したアメリカ人の日本学者、翻訳家。より正確には、サイデンスティッカーだが、親しみを込めて、サイデンさんなどと呼ばれることもある。コロラド州デンバー近郊にある、キャッスル・ロックの農家に生まれる。父方は、ドイツ系、プロテスタント、母方は、 アイルランド系カトリックの出自。コロラド大学で経済学を専攻したが、中途で英文学専攻に変更。海軍日本語学校で日本語を学んだ後、第二次世界大戦に従軍。海兵隊師団の語学将校として洋島作戦に参加、没収した日本軍の書類の解読、翻訳にあたる。ハワイを経て、戦後は佐世保に勤務。 闇市の取り締まりなど、占領政策に関わる勤務だった。1946年、終戦処理の任務を終えて帰国。帰米後、コロンビア大学で候補及び行政学の修士号を取得。テーマは、この絵ミみロ日記だった。外交官試験に合格して、1947年に国務省外交局へ入り、イエール大学と、 ハーバード大学に出向して日本語の訓練を重ねる。当時まだ日本にアメリカ大使館が存在しなかったため、連合軍最高司令長官付外交部局の一員として1948年に再来日する。日本財閥の現状調査を1950年まで担当した。1955年1950年に退官すると、 5年間東京大学に席を置いて、吉田誠一の下で日本文学を勉強した。その時の友人が直木小作家の高橋治。池田機関の源氏物語の読書会にも参加、同会には歌人の後藤美代子も参加していた。卒業後は上智大学で教鞭を取りながら翻訳家として活躍した。1958年、ソ連政府が ボリス・パステル・ナークのノーベル文学賞授与を辞退させた際の日本ペンクラブのソ連政府寄りの姿勢を1959年2月にアイバン・モリス、ヨゼフ・ロゲンドルフとの3名で批判するコメントを発表した。日本人作家では平林太鼓がそれに同調した。また来日してペンクラブの会合に出席することを予定していたアーサー・ーケストラーは 日本ペンクラブの姿勢を批判して、訪日後の会合への出席を断った。1962年の帰国後、スタンフォード大学の教員となり、1964年から教授。1966年からミシガン大学局東言語、文学部教授。1977年コロンビア大学教授として、日本文学を講じ、アンソニー・チェンバースのような行進を育てた。 1986年からコロンビア大学名誉教授。1991年メリーランド大学名誉文学博士。また、1950年代から谷崎純一郎、川端康成、三島幸ら日本の文学作品を英訳し、結果的に3人をノーベル文学賞の選考過程の場に引き上げることに貢献。さらにアーサー・ウェイリーに続く2度目の 源氏物語の英語勘訳も言った。英訳された、雪国などにより、日本人初のノーベル文学賞を受賞した川端は、日本語で書いた自作が世界で読まれ評価されたのは、役者であるサイデンステッカーの貢献が大きいとし、ノーベル賞の半分は、サイデンステッカー教授のものだと賞金を半分渡している。また、 川端ガラストックホルムでの授賞式に一緒に行ってくれるよう頼まれ同伴している。2010年代以降に公開された1960年代のノーベル文学賞の選考資料では、サイデンステッカーは同じく日本文学研究者であるドナルドキーンと共に選考委員から日本人文学者についての参考意見を求められていたことが明らかになっている。キーンとは、 個人的にも信仰が深く、東大在学中は彼を家に宿泊させており、コロンビア大学で、春楽器はキーンが、秋楽器はサイデンステッカーが教弁を取っていたとされる。1971年、山の音の翻訳で、第22回全米図書賞翻訳部門受賞。同1971年、文部大臣表彰。1975年、君山当局日中受賞受賞。 1977年、源氏物語の前訳により、菊池博史賞受賞。1981年、後藤美代子賞受賞。1985年、東京都文化賞受賞。1991年、第10回、山形万党賞受賞。2006年、日本への永住を決意して、東京の吉島を生活の拠点とする。だが、 翌2007年4月26日、忍ばず池を散歩中に転倒して、頭部を強打、そのまま意識を失って入院し、4ヶ月間の療養の会もなく8月26日に死去した。86歳没。没後、終戦直後に赴任した佐世保に近く、思い出の地の一つである、伊万里市の伊万里市民図書館に、遺品約500点が寄贈された。 abcdefghij 被害、アソシエッツ現代人物情報。abcdefghij k 読み売り、人物データベースエドワード G サイデンステッカー。私の日本日記 P57 から58。エドワード G サイデンステッカー。私の日本日記 P133. エドワード G サイデンステッカー。日本との50年戦争。人、国、言葉 P211. 大谷総一、群像男祭 P129、エドワード G サイデンステッカー、日本との50年戦争、人、国、言葉 P211 から212、エドワード G サイデンステッカー、私の日本日記 P134、三島幸男、ノーベル文学詳細集候補だった、日本経済新聞、2020年7月23日閲覧、大木久ひよ、 川端康成とノーベル文学賞、スウェーデンアカデミー所蔵の専攻資料をめぐって、京都五文ナンバー21、仏教大学、2014年。ありがとうございます。